さんいつもちーチャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。今日はですね、ここにありますこのエスプレッソマシン、これを最近購入したので、これのレビューというか使い方をご紹介していきます、ね。とにかくね、うちはコーヒーが好きで、私もかみさんもカプチーノが大好きで、まあコーヒーにはね少し投資してもいいかなというふうに思って、かみさんと、まあ、話をして、まあ、この機種に決めました。結構この、機種はですね、アメリカではかなり売れてる機種だと思います。メーカー名が、ね、ブレビルっていうんですけども、このブレビルの、エスプレッソマシンの、中でも、型式、型名がブレビルバリスタエクスプレスっていう、そういう、型式になるんですけども、ブレビルシリーズのこのセミオートマチックなエスプレッソマシンの中では一番安いですね、エスプレッソマシンになるかと思います。まあ、これはですね、そのセミオートマチックなエスプレッソマシンっていう部類に入るんですけども、一つは豆をここに入れて、で、豆を引いてくれる機能がここにあります。で、豆を引いたものを、ここの右側でエスプレッソを抽出するという、まあ、機能があって、さらに、これですね、ここにですねミルクをこうグッと入れて、まあ、ミルクを泡立てるという機能がついてます。で、最終的にこの抽出したエスプレッソと泡立ったミルクをこう混ぜて自分でエスプレッソを作るという、まあ、そういう、まあ、機械ですね。まあ、こうそういうのをセミオートマチックな、エスプレッソマシンというみたいな感じですね。まあ、このブレビルのシリーズはいろいろ、まあ、他にもあって、まあ、だんだん高いそのグレードになってくると、ここのメーターだとかその情報表示の部分がデジタル式になってきたりするみたいなんですけれども、まあ、この一番安いこのモデル、これはここがですね、アナログのメーターがついていて、これは何かというとエスプレッソの圧力をですね、このアナログの針でこう知らせてくれるというものなんですけども、ちょっとこのクラシックなデザインが、まあ、むしろ、まあ、デジタルのものよりもね、ちょっとそのクラシックっぽくて、私はこっちの方が好きかなと思って、これを選んだ理由はそういうところにもあります。で、まあ、全体的にこう銀色でね、こう、まあ、ピカピカしてて、まあ、本当にお店にあるエスプレッソマシンというふうに思っても、まあ、そういないかなという感じで、非常にデザインもね、気に入ってます。まあ、このエスプレッソマシン、購入してね、3ヶ月ぐらいになります。で、まあ、ほぼね、今もう毎日これ使ってるような感じですね。まあ、朝、まあ、私とかみさんで一杯ずつ飲んで、私の会社に帰って、会社から帰ってきたら、また入れて、飲むというような感じで、まあ、ほぼ、毎日使ってるような感じ。正直言うと、この最初のね、1ヶ月ぐらいは、まともにその、カプチーノを入れるのがすごく難しくて、なかなかちゃんとしたカプチーノにならなかったっていうのは、セミオートマチックなんですけれども、豆のその引き方もいろいろこう設定がありますし、この機械を使って、豆をこうタンピングするというか、ね、そのちょっと豆を圧力をかけて固めるという作業が必要なんですけど、その固め具合によってもそのエスプレッソの質が変わってきたり、あとはこの抽出もですね、この締め具合でちょっと変わってくるだとか、あとは一番難しいのはミルクの泡立て加減ですね。このミルクの泡立て方が悪いと、やっぱりどうしてもカプチーノっぽくならなかったり、水っぽくなったり、逆に泡がちょっと多すぎてっていう感じで、なかなかうまいこうエスプレッソを安定して書くのが最初は難しかったですね。まあ、これはミルクを泡立てて最終的にエスプレッソとか合わせるので、そのミルクをこう注ぐやり方をうまくやると、そのエスプレッソに絵が描けるんですけれども、もう最初はもう絵を描くなんていうところじゃなかったっていう感じです。本当に、まあ、もうどうやって描いたらいいか分かんないし、まあ本当にひどいものだったんですけども、ようやく3ヶ月経って基本のハートの形がまあなんとか安定して描けるようになってきたかなという、そんなような感じですね。今日はこのエスプレッソマシンをですね、ちょっと実際にエスプレッソを作りながら使い方をですねご紹介できたらと思ってます。ということで、まず電源を入れます。これで電源ですね。ちょっと電源入れてから温まるまで少し時間かかります。 2,3 分ぐらい時間かかります。で、温まるとこう全部ランプがつくというような感じですね。はい、エスプレッソを作るときに必要なのが、こっちのこのエスプレッソを、入れて固めるこの道具ですね。これとミルクを入れて泡立てる、これが必要です。最初はまず、ここに豆を、まあ、入れるんですけども、入ってるんで入れないんですけど、このこういう豆をですね、ここにこう入れて、蓋をするという感じですね。で、豆の量をこれで選んで、で、まあ、このボリュームをこう変えることで豆の量を微調整できるんですけど、まあ、私はこのいつもこの水平のこの場所にしてます。で、ここにですね、このバケットをこういうふうに装着します。で、これをグッと一回押してやると、こう豆がですね、引き始める。ちょっとこう振ってやらないと豆がこぼれないですね。
そうすると、はい、こうやって引いた豆がここにこう、乗っかってくるという感じです。でこれをこちらをねタンピングするこの機械、タンパーっていうんですけど、このタンパーでこのようにエスプレッソを押してやるというね。でこれをちょっとこう圧力を、まあ、かけて、これで、まあ、グググッと押してやる感じですね。そうすると、こんな感じでこう綺麗にあのエスプレッソがまったいなんですけども、このタンピングのこの力の入れ具合でエスプレッソの濃さというか、質が変わってくるので、まあ、これもちょっとあの慣れるまで時間がかかりますね。はい、そして、いよいよカップにですねエスプレッソを抽出するんですけども、実はこの、この本体の上の部分、ここの部分が、ちょっと触るとですね、あったかくなってて、これカップを温める、場所なんです。なんで、まあ、ちょっと今あのスイッチ入れたてなんであんまり温かくないんですけども、このまま置いて30分経っておくと、まあ、カップを温めておくというそういう機能もついています。でこれを、こちらのですね、エスプレッソを抽出する位置に、設置。で、これをこんな感じで横から入れてグッとロックするですね。はい。で、あとはこの、今1杯分のエスプレッソを入れたんで、この1杯のボタンを押すと、抽出が開始します。こんな感じでですね、エスプレッソが。で、この時この圧力のこのメーターがこの濃い灰色のこのねレンジに入っていれば、まあまあ圧力が、よく、このエスプレッソの上にねこうクレマっていう泡がこうできていれば、まあまあうまくエスプレッソが入った証拠になっているこのような、まあ、感じですね。はい。で、一旦これを上に上げます。で次はですね、ミルクをね、入れていきます。これはあの、エスプレッソマシンについてた、専用のこのミルクの泡立てカップですね。ここにミルクを入れていきます。こんなぐらいかな、まあ、このぐらい。これで1杯分ですね。はい。で、ミルクを入れ終わったらこちらですね。これで、ミルクを泡立てていくんですけども、まあ、泡立てるのと温めるの両方これでやってくるんですね。でこのスチームを、オンにするんですけど、これで一応まずスチームを最初にちょっと、少し温めて、蒸気が出るのを待って、待って準備するんですね。少ししかかります。ここが点滅してますけど、これが、ライトがつきっぱなしになると、まあ、準備完了ということですね。あ、こんな感じで、蒸気が出終わったですね。で、一回出てきたら、一回止めて、これをですね、ここにこう入れて、手で添えてですね、こんな感じでミルクを泡立てていきます。まあ、これコツなんですけど、これも最初本当どうやって温めていいのか、泡立てていいのか全然分かんなかったんですけれども、まあ、コツとしては、このスチームのこの棒をですね、このミルクの先端ギリギリにこう入れるような感じですね。でそれで、そうするとちょうどいい具合にやると、泡が少しずつ、積み上がってくる感じです。これちょっと離しすぎちゃうと、ジョボジョボってなって、泡がポポッと出てしまって、泡があまり良くない、ので、その辺を加減しながら、ちょっとずつこう泡をですね、まあ、積み上げていく、そんなような感じで、この、積み上がってくると、だんだん泡がこう上に増えていくので、カップをですね、徐々に下にこう下ろしていくような感じですね。で、ある程度、まあ、泡が、こう、ミルクに乗って、傘が増えてきたら、あとは、ちょっとこれを、少し、ミルクの先端をですね、スチーマーの先端をミルクの中に入れて、で、少し、こう、泡ごとかき混ぜて、泡をまろやかにするというようなイメージです。で、この、どのぐらいやればいいかっていうのは、この、カップをですね、手で触って、あちっ、ちょっと触ってらんないなっていうぐらいになったら、止めます。でこれでもですね止めます。で止めてミルクを押したら、ここをね、拭いておきます。これ拭かないとミルクがついて非常に汚いので、ね、はい。そしたらこれトントンってやって泡を消して、最初はちょっと上の方から、こう注いでやるような感じでミルクを下に潜り込ませるという
ですね。そしたら、お、なかなかうまくいったんじゃないの？こういう感じで、コップをね、ちょっと斜めに寝かせて、この注ぎ口をね、近づけてスーッとこう、まあ、横に移動するような感じでやると、こんな感じで、ハートが描けるということですね。どうでしょう、どうか。はい、じゃあお母さん、これしっかりどうぞ飲んでください。ちょっと、格好がいいそれ。はい、どうでしょうか。ちょっと眠かったね。マジそういう感じで、今でもね、完璧にこう作るのはなかなか難しいという感じですけども、どうぞ。ぬるい、ほんと？ちょっと、うん、ちょっとぬるいね、うん、ちょっとぬるいかもしれない。そんな感じでね、日々試行錯誤してくれる。何がぬるい？で、ね、これエスプレッソ出来終わったら、ここを回して、ここに入っているこのこれをですね、こうやってトントンとやって、捨てておくという感じですね。はい、一通りね、ブレビルのエスプレッソマシンを使って、カプチーノを作ってみました。まあ、まとめると非常にね、楽しいんですよね。コーヒーいっぱいいっぱい作るのが、面白いですし、毎回出来がちょっとずつ違ったり、まあ、少しずつね、安定してこうコーヒーがうまく作れるようになってくると実感できるので、なんというか、とてもね、楽しいですね。っていうのと、やっぱりね、そのミルクとこのエスプレッソ別々に、まあ、ちゃんと作れるので、とてもね、美味しいんですよね。美味しいって一言で言うとなかなか難しいんですけれども、まあ、本当にお店で飲むエスプレッソにも、まあ、自分で言うのもなんですけども、負けてないぐらいのものが、まあ、家庭でできちゃうという感じです。まあ、本当にお店で使ってるものと、まあ、その対してね、違いはないっていうね、お店で使ってるのはもっとこのボイヤーの、パワーがあって、ミルクが早く温められるだとか、エスプレッソを抽出しながらミルクもこう、同時にね、できる。これはシングルボイラーって言って、どっちか一つしかできないんですけども、お店のやつは、両方同時にできたりとか、まあ、そういう違いはあれど、まあ、基本的にはね、お店にあるのとそんなに性能変わらないんで、まあ、豆とかね、その入れ方を守ってやれば、まあ、お店と同じような味がね、家でもできちゃうという感じです。なのでとても個人的にはね、買ってよかったなというふうに思ってますし、かみさんも毎日楽しんで飲んでると思います。まあ、総じて非常にね、満足度が高い、コーヒーエスプレッソマシンで非常に、気に入ってますね。本当に毎日、コーヒーを、美味しいコーヒーを飲めるという意味では、非常にね、いい買い物をしたと思ってますので、もしね、興味がある方は、皆さんも、買ってね、ぜひカプチーノ作りにチャレンジしてみてはいかがと思います。ということで、今日ですね、このエスプレッソマシンの紹介でした。はい、ありがとうございます。